れもこれも言わせて、春ドラマがまだ始まらない。新型コロナ感染拡大の影響で、撮影が困難になり、放送延期が相次いでいるのだ。朝ドラ、エールは今回から働き方改革とやらで土曜の放送をやめたのに、この分だと休止分を取り戻すために撮影再開後は過密スケジュールに逆戻りだろう。大河ドラマ、麒麟が来る、も沢尻エリカで出鼻をくじかれ、コロナでまたもや撮影休止とはお気の毒。特番には春ドラマのキャストが出演中で視聴者はどんなドラマと思っているはず。そこで新ドラマの見どころを先取り、半沢直樹に倍返しを超える名台詞はあるか。7年ぶりの復活は、お待たせしました、お待たせしすぎたかもしれません、バイ村西徹監督、がぴったりの TBS 系、半沢直樹。最終回の視聴率 42-2% を叩き出した平成ナンバーワンドラマがミツルを辞して、堺雅人と香川照之の顔芸対決や、倍返しだ、を超える名セリフはあるのか。